みちゃんに父も生まれましたしね。あれすごい痛い。やばいやばい。前回に引き続きリーコのレッグ3の出場候補者の中から2人に密着。これまでの放送では分からなかった新たな一面が。波動ビーストコロシアムレッグ3。密着1人目はこいつだ。 YouTuber 水島エイミー。友達と3人で YouTuber やってるんですけど、借金系 YouTuber としてやってて、3人で合計2800万円くらい借金があるんですね。まあ2ヶ月後頑張ります。多額の借金があるのに明るい性格の彼女に密着。果たしてどんな生活をしているのか。お部屋にお邪魔するといきなりメンズ登場。これはまさか。家主です。ちょっと自分今居候で、もう一人と3人で今住んでます。現在グレートスポットという3人組の YouTuber として 1LDK のこの家で活動中の水島。動画の内容は水島のパンツを勝手に売ったりするちょいと攻めたものをあげたりしているが、現在チャンネル登録者数は約300人とまだまだな状況。自分のパンツが勝手に売られちゃうってどんな心境なのよ。なんか慣れてしまって感覚がもうまひってるんですよね。やられてもああそうみたいな。ただちょっとご飯怒ってくれました。もうそれで OK です。あ、まあいいやみたいな。ちょろい女やけ。ご飯をおごればパンツ売るの OK な女。最近 YouTube よりも私波動行くからって言うんですよ。あ、確かにそれは本当だわ。そう、そうですね。改めて借金いくらあるんだっけ。3人で2800万くらいです。私100万くらいです。ざっくりざっくり100万。あ、飲み代ですかね。ほとんど私女の子にお金払わせられなくて、気づいたらカード切ってるやつです。いただきます。借金を作るほど酒好きな水島。密着中にも酒を飲み始める。良いですね。着替えたいです。なんかやっぱ飲み始めたらちょっとここ苦しくって、着替えていいですか。酒のせいか、なんといきなり生着替え宣言。待つこと3分。はい、ひょっこりはん。演習着かよ、マジでふざけんな。クソがっかりだよ。着替えてスイッチが入ったのか、豪快に酒を飲み続ける水島。次ほろ酔い気分になったところで本音トーク。今回エントリーしてみてどう。父がやっぱり動けなくなる要因になるんですよ。あ、これ男性陣分からない。その時にめっちゃいい父潰すとか、着物用のさらしじゃないけど、そういうようなやつを最近見つけて、それやってつけて昨日やったらめっちゃ動けたんですよ。おすすめです。あ、この間クミちゃんに父も生まれましたしね。酔ってるうちにズバリ質問。どんな人がタイプなの。最近の傾向で分かってきたのが、多分色白のメガネの人が好きなんですよ。色白黒髪メガネが多分好きなんですよ。色白黒髪メガネで魔法使いじゃない。絶対嘘だろ。だから多分本当に見た目が好みなんですよ、魔法使いさん。ってことは大会本番のペアは魔法使いと組みたいってこと。そうなると話しやすい、コミュニケーション取りやすい人がいいんで、魔法使い以外がいいです。恥ずかしくてコミュニケーションが取れないから、これはガチでがいいです。おいおい、本当に恋してんじゃん。今後は水島と魔法使いの恋の行方にも注目か。続いてはこの人、忍者になりたいという市場シャレン。
もともともモデル女優っていう仕事を17年やってるので忍者女優っていう風に作りたいなと思ってます。忍者女優という新しいジャンルを目指す彼女の自宅に潜入。はい、どうぞ。家賃65,000円、 3DK の部屋に住んでいる。まず部屋に入ってすぐ気になるものが。これは彼氏さんですか？あ、そうですね。ちょっと古い写真なんですけど、一緒に住んでます。現在、女優、モデルとして活動中のシャレン。忍者になりたいという夢はいつ持ったの？そもそも忍者って多分みんな好きなんですよ。でも、なれるものってみんな持ってないじゃないですか。で、私も全然持ってなくて、で、なんかその知り合いの人が忍者ってインスタに載せてて、かっこいいなと思ったら、忍者なりたい人募集って言ってて、なりたい人って何？なれるんですかって言ったら、なれるって言うから、じゃあなりたいって言ったら、今年の春、超最近。いや、これはその今入るここのやつ。ここでいろいろ教えてもらう。忍者なら気配を感じることができるはず。ということで忍者テストを実施。突然襲いかかるハリセンを避けることができるのか。テレビ2つあるんですけど、はい、なんで2つあるんですか？これもともと使ってて、で、彼の実家がテレビ買い替えるって言って、前のやついらないみたいな。で、部屋がいくつかあるから持ってきていいみたいな。いいよっつって2つになっちゃった。大きいですね。大きい。でも、あれです、すごい。やばいやばいやばい。ハリセン避けられず。まだまだ修行が足りないな。悪ふざけはここまでにして、今後の意気込みを聞かせてくれ。残る自信はあります。もう始めるとき、オーディション受けるときに、最後の本番の試合までやるつもりで、全部仕事とかもセーブして、練習日全部参加しているので、多分気合だけは誰よりもあると思います。果たして2人はBコロに出場できるのか。次回、ついに脱落者が決定。見逃すな。